野球タン TV のテータンです。今日は節分ですね。そうなんです、2月3日なんです。つい最近まで知りませんでした。はい、なんか昨日節分があるっていう風に聞きまして、あ、そうなんだって思いました。とりあえず豆をまいてみました。福は内、福は内、鬼は外、鬼は外、福の神をぶっ飛べろと、ご近所迷惑とは思いましたが、やってみました。てったんです。いやー、それにしてもですね、なんか、寒かったですね、今日は。今日も寒かったですね。うん。で、もう花粉症の季節ですよね。皆さん、花粉どうしてますか？まあ、花粉症でない方もね、結構多いとは思うんですけど、いや本当ね、もう家の中にね閉じこもってたいんですよ本当は。でもね、底辺なんでね、稼がないといけないんです。本当ね辛いですよ。はい、あのまあね、皆さんお正月休みとかしてたと思うんですよ。冬休みを取ってた方は結構多いかと思うんですけど、私底辺なんでそういうものがないんです。何せ年休が104から105のところで働いてますんで、そんなものはありません。週に2日休みがあればいい方です。で、どうですか、週に2日の休みっていうのは。まあ休めるのは非常にありがたいんですけど、でも5日働くじゃないですか。で、うん、家と職場の往復で終わってしまうと思うんですよ。で、買い物とか何か用事があったら、そのたった2日間でやることになってしまうんですよね。なんで私昨日は美容室に行きまして、でその後買い物行って、それで1日がほぼ終了です。今言っちゃいますね。本当にもっと他にいろいろやりたいことはあるんですけどね、暇がないですね。はい、大体休みの日ってすぐに動けないんですよ。もう疲れちゃってね。だからもう午前中はダラダラして、で午後から美容室行って、まあ予約してあったんでね。はい、でそれ終わって買い物って行ったところですかね。もうそれで終わります。で今日は、まあね、朝ね、まあやっぱね、ダラダラしてましたね。ちょっと YouTube とかね、見ながらね。はい。で、ちょっと外へ出てみようかなということで、例のごとく、秋葉原駅のあたりまで出てみました。毎度のことなんですけど。で、そんなこんなで、花粉症対策を考えていきたいんですけど、ですね、まあアレジオンという薬があるかと思うんですけど、私以前このアレジオンという薬を使ってたんです。まあ確かにね、効くとは思うんですけど、ただ、副作用も少ないって聞いたんで、まあ確かに効くとは思うんですが、いや私ね、アレジオン飲むとね、便秘になることが分かりまして。そうなんです、便秘になってね、お腹がすごく痛くなっちゃうんですよ。ほんとすんごいね、ひどい便秘になっちゃって、だからね、アレジオンはダメなんです。でそこで考えました、マスクですね。マスクを使う。もうあと、とりあえずなんか漢方薬っていうんですかね、そんなのもね、ちょっとね飲んでみたりはしてるんですけどね、結構ね市販薬は高いですね。なんで基本花粉対策っていうと、もうマスクぐらいしかないですかね、私の場合で。ですね、マスクだけだとちょっと心もとないで、何かいい商品ないかなと思ってこんなものを買ってみました。昨日買ってきたんですけど、なんかね、顔にかけると
かけるといいらしいですよ。で、顔にかけて、で、大体4時間ぐらい持つらしいんです。で、まあ、花粉とかウイルスとか PM2.5 を近づけないようにするらしいです。実際にこんなのが効くのかどうかわからないんですけど、まあ、4時間って書いてありましたね、4時間。なんか振らないで使ってくださいとは書いてあるんですけど、なんかね、私ね、顔スプレーを押すとね、癖でね、振っちゃうんですよね。で、まあ2回ぐらい使ってみたんですけど、まだね、本格的な花粉シーズンでないのであれなんですが、まあ今年はもう暖冬ですでに花粉が飛び始めてるっていう風に言ってるんで、まあ実際どのくらい効果があるかは分かりません。というわけで、皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。